まあ、そういうことにしとこう。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。お願いします。え？あれ？これパスさん。はい。え？今の AI？ え？ね、あれ？あれ？え、なんか今めちゃくちゃ機械っぽかったんだけど。私は機械っぽかったね。声質が、うん、あれなんだね、アナウンサーって、うん、なんだよ、綺麗な、そうそうそう、急いでカバーしてるこいつ急いで、多い時で今カバーしてる、うん、アナウンサー、アナウンサーみたい、アナウンサーみたいで、ね、そう、あ、ありがとう、ありがとうございます。いやー、よかった、AI かと思ったそうだよね、そう、一瞬ね、ちょっとね、アナウンサーっぽすぎて AI かと思っちゃったんだよね。初手ジャブされたのかと思ってちょっとびっくりしちゃった、うん、ジャブだった、うん、ジャブってやばいよ。ジャブって良くない言葉だよそれシャブだねカリそれシャブだ。ジャブもやめた方がいい、うん、ジャブもダメだった。そう、危険だからね。勉強になります。うん、私は最近学んだよそうなんだ。危険なんだ。そう、危険な言葉をね、一応これでもね、危険な言葉とかいうのはね、仕入れるようにしてるから。まあカルビもね、配信歴長いしね、なんつったってね、うん、カルビさんですからね、もうカルビさん、お願いします。カルビさんです。みんなが尊敬してやまないカルビさんですからね。そうだよね、カゾーですよね今日そう、先輩としてちょっと先輩なのかな。本当は私が後輩だったりしない？大丈夫かな。お願いします。カルビは配信歴何日ぐらいなの？何日からなの？2年半。2年半。うん、パスさんは？3年、うん、先輩すいませんよろしくね。すいません、すいません、はい、よろしくお願いします。え、プッサンとどっちが先輩なの？同期なんだよ。あ、同期なんだ。そうなんだよね、ちょっとだけ一人でなんか事務所入る前にやってたからちょっとだけ長い。あ、途中から入ったってこと？そう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 。あ、なるほどね。そうなんだよ、なくなっちゃったけどね。プッサンと一緒に入ったとか運の尽きだね。でもあれはね、大丈夫だよ、パッサン気にしなくて。あれプッサンのせいだから。そう、あいつが破壊しすぎるだけだから、ね、あいつが悪いから大丈夫大丈夫、うん、そうそうそうあいつが関わるもの全部壊れるからね。そう、あいつ全て壊すからね、うん、ね、アパレルも潰すしなかなかないよな、クレープ屋も潰すしすごいよそうなんだそうだよ、全て潰すな、本当に。そうだよ、あいつも潰してなかった潰しだよ、あ、解体屋じゃねえかやつ。いや、私たちも気をつけような、潰されないように。いや、本当にあるぞ、私たち潰されること。怖すぎる、マジで怖すぎる、本当に気をつけよう、マジで本当に気をつけような。なんかその、うん、願い続けるのは大事だよね。だってカルビだってさ、なんか V 祭かなんか出る予定なかったけど APEX の練習してたことあったよな。あ、そうそうそう、ね、あ、私たちはそうだよ、緊急は出れないけど、V 祭が私たちにあるから、なんか私たちは V 最強に向けて頑張ろう。頑張ろう、力あるんだよって、ゴレベだけど。えそうだよ、パッサンがランク低すぎてランクいけねえんだよ。ゴレベ今日はお願いします、レベル上げ。いいよ。え、ちょっとごめんだけど、ゴレベの人初めて見たわ、私。今時なかなか配信してて、ゴレベの人っていなくない、うん、確かにね、APEX みんな触れるもんな。うん、なかなかないことだよ、うん、呼ばれるわけなかったよね。うんそれ呼ばれねえわな。うん、何も言えねえわ。何が強いんだ今はね。先輩、ヘムロックが強いって聞いたよ。あ、俺も聞いたそれ。うん、やっぱカルビは詳しいな。そう、あとチャージライフルはゴミカスになったらしいよ。やめろ、そういう言い方すんな。ゴミカスとか言うの。あ、いるいる。あ、助けてよ、助けて。ごめん、カルビさん、こいつ、骸骨ローです。あ、ごめん、あ、終わった。助けてよ。あ、いやライフラインはやめよう。ライフラインやめるか。そうだ、うん、カルビもライフラインなんて使ってたらイベント呼ばれてるぞ。なんかもうちょっとこうスクリームに呼ばれてる。それがひどいや。なんなら薄めまである。今から行くからな。行ってるよ、行ってるよ。燃やすよ、燃やすよ。おい、お前なんで、なんでお前無言で死んでんだ。違うんだよ、今戦闘中でめっちゃ集中してたんだよ。こいつガチン、こいつガチン。おい、なんでさっきから初動かぶんだこのマップ。
やばい狭いぞやばい殺せーオッケーオッケーオッケー回復してないっすかうまいうまいうまいカルビうまいカルビうまいあ、うまいうまいうまいあーイエーうん、そういうことしちゃうやつなんだ目立ちたがり屋さんなんだねえ、やばい、今のも死体撃ちされてるすごい、AI っぽい、うん、AI っぽいうん、録音みたい MP4 MP4 うん、MP4 だよ、パスさんあ、そら味のこと言ってたのそうだよ、セリフみたい AI か、そっち路線がいいかなうん、いや、いけると思うよそんな路線やねAI 路線ねうん何や、何のアドバイスしてんのどういう方向に持ってこないのでも、活動のアドバイスね、ちょうど欲しかったんだあ、そうなんだ、悩み事でもあるのああ、パスタンと悩み事あるのうん、相談乗りよ、俺たちね、何でも乗ってあげるよそうだね、どうやったら仕事につけるのかな仕事な、何の仕事何の仕事に就きたいの 何ができるかな何もできないんだよね活動ってことそれで言うとね、実は俺たちも何もできない、はい、あ、普通の仕事そう、お仕事クビになっちゃったからね何の仕事してたの普通にパソコン触ってたんだけどあ、すごいねそう事務職ってことでしょ事務職ってことそう、事務の仕事してあ、でもあごめん、そういうコピー&ペーストしかなかった仕事家庭のテストコピー&ペーストあー、そうなんだなんかしてる仕事だったんだけどすごいね、それそういう仕事もあるんだでもね、ごめんだけどね、パスさん、うん、私とケンキは、その話は頼りになれないよそうなんだよ間違えたかうん、俺たちはな何もできないから多分今の職業に就いたまであるんだよあのねそうなのしかも何もできないからこそこんなにしがみついてあのね必死になってなそう必死になって必死になって配信してんだよそう必死になってそう心魂ソウルをかけれてるんだよそうそうそう逆にこれはそうこれは何もできないからこそでもあるそう逆にねうん逆に逆に今日からそらうちもじゃあ魂かけてやるわ活動ああ魂かけてやってあーなるほど、ね、もうこれを仕事にした方がいいかもしれない逆にねえじゃあもう、うん、パサン何もできない人間になろうまずはいいね、うん、確かにやっぱ魂をソウルをかけるには何も自分が何もできなくなることが一番だと思う私も真っ白なあ献金魂をソウルって言い換えるのが腹立ってきたなんでだよなんでそこ言い直すんだいやかっこいいからだよかっこいいだろソウルの方がまあけど実際さそのなんか一つにこうかけてる方がいいよねそりゃできる人はいろいろやった方がいいかもしれないけどなんか一つにかけてる人の方が、うん、まあ頑張ってる感じ出るよね頑張ってる感じねうんなカルビでもいろいろできる人を羨ましいよ私はいやわかるカルビはいろいろできるけどなできないよ歌も歌えるじゃん歌はでもみんな歌えるでしょいいけどうまく歌えるじゃんいいなねえ聞いちゃってるもう聞いちゃってるカルビさんの歌聞いちゃってる僕ほらもうカルビさんなんて呼ばれてお前もうさんって言うなら俺は本当か俺もカルビさんって呼んだ方がいいかなって思ってるぞうん呼んだ方がいいカルビさんあの本当今日遊んでもらってありがとうございますすいません急に連絡したのに遊んでもらってきえうさんくせえわ逆に近況は敬語使わない方がいいかもなんで敬ってる感じしないなんかうん騙されそう騙す気ないよ俺いいやつだからそうかな